カルにお越しの皆様、こんばんは。奨励賞という賞をいただくことができました。本当にありがとうございます。今日はですね、元気いっぱいの踊りをこちらで披露したいと思いますので、大きな声でよろしくお願いいたします。踊りの配信でいいですか？選びの部分か仕組みで終わりましたか？まだ宿題が終わってない気持ちたちです。でも元気いっぱいでねやらせていただきますので、よろしくお願いいたします。じゃあ元気よく踊るぜよ、踊るぜよ。サマーフェスティバルでござる。のまき、まいまち、とどめの登場。Thank you.
して、65回ラムズの中で一点目することなく、出場しているチームでございます。65回連続出場でございます。ありがとうございます。はい、今年はですね、テーマを、恋の黒い地、まあ、2時にさせていただいたんです。やはりちょっと和というところからは離れずですね、子供たちの可愛い私たちが思う神たちの忍者というか、まあ、くのいちというのをですね表現させていただきました。歌詞の中には、まあ、現代的にですね、忍者というかですね、まあ手紙をラブシアをね、真剣にして渡すというところがありますが、2番目には坂本龍馬先生、坂本龍馬生活ですからね、坂本龍馬先生の